嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> 現在中一です YouTube でひろゆきさんの論破集を見てふと思ったんですがそれってあなたの意見ですよねとひろゆきさんが言っていましたがそれもひろゆきさんの意見じゃないんですかえっとそれってあなたの感想ですよねってやつですよね多分意見ですよねは言ってないと思うんですけどでえっとそれが多分あのテレビタックルっていう番組に僕が出た時のやつだと思うんですけどえっとなんかその ネット上に上がってるものがその,なんかあのユーザーのオリジナリティがないみたいなことを言ってでその、えっと、明らかにオリジナリティがないみたいなことを言ったんですよね。であの 明らかかどうかっていうのがその、その人が考えてる感想でしかないんですけど、ただそれをテレビで言ってしまうと、それが事実かのように誤解してしまう人がいるので、それは明らかじゃなくてあなたの感想ですよねって言ったんですよ。要は明らかであるって1冊1は2とか、事実に関することなんですよ。 でも、その中、あの、太陽は東から登って西に沈みますとか、そう、事実であれば明らかであるって言うんですけど、その、スイカが甘いかどうか、メロンが甘いかどうかって主観なんで明らかではないんですよ。要は、あの、食べてみたらそんなに甘くないメロンあるかもしれないし、その、要は、あの、パッと見そう見えるかもしれないけど実態は違うところもあるので、それを明らかという言葉を使うべきではないんですよ。 なんでそのちょうど僕その頃ニコニコ動画の管理人っていうのやったので、そのニコニコ動画に関する風評を流されるわけにいかなかったので、それは明らかではなくてあなたの感想ですよねって言ったんですよ。で、あの感想ですよって言えば全然いいと思うんですよね。 ではその、あの、芦田愛菜さんそんなに可愛くないよねっていうのを僕前回言ったと思うんですけど、あれ僕の完全な感想と主観で、その芦田愛菜さん超絶可愛いとか世界で一番可愛いって思う人がいるとは思うんですよ。で、それはそれで全然構わないと思うんですよ。僕は感想として、芦田愛菜さんなんか10段階で行くと5段階か6ぐらいじゃねみたいな風に僕は思ってるっていうだけで、なんそう、宝章うまいさんとか上だよねとかっていうだけの話で、なので別にそれ主観だからどうでもいいと思うんですよ。ただそれを事実だって言われちゃうと、いや 足立マナーズそのなんかあの世界で一番美人っていうのは事実じゃないでしょっていうなのでその事実なのか感想なのかっていうのを明確にした方が安全だよねっていうのがあったのでそこを指摘したって話さえ、はい、なので別にあの意見を言ってる人に意見だよねっていうことはないです僕くは,はい ええー、ひろゆきさん、こんばんは。小六の男子を持つ母です。面談で息子がひろゆきさんの真似なのか、論破することが目的になって、話し合いの場と話し合いにならないと言えば、家でも指導をお願いしたいと思いました。どうしていいかわかりません。ご意見お願いします。えっと、僕、論破とかしないんで、何か言われても困るんですけど、あの、基本的にはその、あの家、どういうことをやっているのかっていうのをちゃんと確認して、で、その、僕、割と話し合いは実はちゃんとやってるんですよね。で、あの、頭の悪い人と話し合いをすると、その、えっと、要は。 相手の考えを汲み取ってくれないから話し合いができないっていうパターンの違いですよ。例えばじゃあ僕は1たす1は2ですと言ってますと。 で、相手の頭の悪い人が1たす1は3ですって言ってた場合いい、話し合いで相手に共感したり汲み取ったりとかってありえないじゃないですか。もう1たす1、3間違ってますよね、以外に言いようがないんですよ。ただ、頭の悪い人って、その1たす1は3って言え、自分の気持ちが分かってもらえないから、この人は話が通じないようなことを言ったりするんですよ。っていうのがあって、なので、そもそも論頭の悪いやつが無理やりそれを押し通そうとしているだけのパターンっていうのであれば、それはあなたが間違ってますよね、で済むんですよ。 なので、その、えっと、息子さんがどういう話し合いをしていて、どういうことを言ったのか。で、その相手の人は何を主張したのかっていうのをちゃんと聞いて、それを聞いた上で、うん、それは息子の方が正しいよねってなるのか、息子が1たす1は3って言ってるのかっていうのを確認して、いやいや1、1たす1、3って間違ってるよっていうのをとうとうと教えればいいだけだと思います。えー、ひろゆきさんのように何でも論破できる女を目指しています。しかし全くモテません。ひろゆきさんはモテるのに女が論破するとモテないのはなぜですか えっと、僕が論破をしないからじゃないですかね。あの、僕そもそも、あの、なんかあの、その最近でも、あの、なんかネットの基地であったんですけど、あの、僕人と話をしてるときに、その、イ、は、ロ、い、論破みたいなこと言ったこと一度もないですよ。で、あの、論破王的なその肩書きを作れることあるんですけど、僕自分から言ったことは一度もないんですよ。で、あの、その、なんか、 えっと、朝日出版からなんか、あの論破がなんちゃるみたいな本出してるんですけど、あれ読んでみればわかると思うんですけど、あの、社会でうまく生きているのであれば、論破はしない方がいいですって書いてるし、僕は聞かれた時も論破ってしない方がいいですよって言ってるんですよ。 なので、あの、ちゃんと聞いてる人とか僕のその、あの本とか読んでる人であれば、その論破ができるスキルがあったとしても、それを使わない方がいいよねっていうのが分かってるはずなので、それが分かってないんだとすると、多分読解力がないか頭が悪いかだと思うんですよ。で、その、 僕別にあの人と質問をして話し合いをしてこうですよねとかっていうので、で、考え方が違う人に対してこれは違うんじゃないですかってツッコミをして、で、いやいやこうなんだよって言われたら、あ、そうなんだっていうんで新しい知識が増えるっていうのをやるんですけど、これってこうなんじゃないですかって言った時に、相手が返答に詰まったりして結果として論破的な状況になってしまうということがあるんですよ。でもそれって僕単にその、 質問をしたりとか、これってこうですよねって言ってるだけで、で、きちんとした考えのある人であれば、それに対して返してくるはずなんですよ。でも、それは返せなかったっていうのは、相手の問題であって、別に僕が論破をしようとしたっていう話ではないんですよ。なので、その、あの、論破自体が目的になってるという時点で、なんか、ちょっとずれてるんじゃないかなという気がするんですけど。論破のコツってありますかえっと、多分僕質問してるだけなんですよね。 その質問をしてその答えを聞いて、で、その答えのここおかしいんじゃないですかっていうのをずっとこう聞いていくと、いつの間にかその人のなんかあの論理が成立してないみたいなのが目の当たりになることがあって、で、頭のいい人と話してると、質問した時にあのちゃんとした答えが返ってくるんですよね。なんで、ああ、そうなんだね、納得して終わりなんですよ。でもその、なんか納得できない、なんか全然違う話をし始める人とか、なんかその、え、そその、 僕のその質問に対してその答えおかしくないっていうなんか変な答えをしてくる人がいて、で、その、なんで変な答えをするんだろうって聞いていくと、なんか結果としてその人がおかしなことを言ってるみたいなパターンがあるので、別にだからその、別に僕は論破を芸にしている芸人さんではなくて、あの、好奇心旺盛なおっさんとして質問をしてるだけなんですよね。はい。 え小学校の教員です。先日、土徳の授業で金の斧を行った際、木こりが正直にいたのは、が良くないと思ったからという流れ持ってきたかったんですが、金の斧じゃ重くて使いづらいから、いや親からもらった大事な斧だからなど、ひるゆきさんのような1年生の子供無を論破され、授業が変な方向へとずれてしまいました。ひルゆきさんのはどのように切り替えしますかまずね、あの金で斧を作っても、あ木、切りづらいんですよね。あの 金って基本的には柔らかいんですよ。だからあの金メダルを噛んだ名古屋のおっさんいるじゃないですか。であ歯型がついたつかないってなりますけど、要は噛むぐらいで変形しちゃうような金属なので、なのでまず金で斧を作ってありえないんですよね。 いやそのあの実用的ではないと。で、あの、貴金属として、じゃあネックレスで使いますっていうのも、大体18金で、そのプラチナとかを混ぜたりするんですよ。いやそうしないと、あの、削れちゃったりとか変形しちゃったりとかしちゃうので、その貴金属としての役割を果たさないんですよね。なので、ね、金で斧を作るということ自体が、もう多分斧として使う気全くないですよね。 はい、すみません。返答になってないですね。はい。<laughs> えっと、授業が変な方向にずれてしまいました。えっ、ー、と、あの、ずれてしまったのが良くないというのが考え自体が僕は間違いだと思ってて、その子供たちが子供たちなりに答えたこと自体を尊重して、その方向で僕授業を続けるべきだと思うんですよね。で、その、親からもらった大事なものは大事だから確かにそうだね。でも、金の斧と銀のものももらえた方が良くねみたいな。要は、あの、なんか、 例えばじゃあ買いたいものがありますと、じゃあなんかプレステ5欲しいみたいな言って、じゃあプレステ5欲しいとかあったら、じゃあもう金のおのがあったらプレステ5買えるよみたいなの言うと、じゃあ金のおのやっぱり欲しいみたいになって、でも金の斧のとじゃあ今までの,ので、どっちか選べって言ったら金の斧のを選ぶそれとも親からもらったものを選ぶみたいな感じで、そのまずその、 金の斧という本来自分のものではないものを欲しがってしまうという感覚が、そのあるよねっていうところで、で、確かに自分が欲しいものあるよねっていうところを繋げて、でもそれを選ぶんじゃなくて、やっぱり自分のもので、じゃないものは欲しがらないで、自分のものだけをこう、返してもらうっていう方がいいよねっていうふうに持っていかなきゃいけないので、ひとまずその相手がその、欲しがるように話を持っていくみたいな感じで、相手の話に合わせて進めた方がいいんじゃないかなと思いますけども、はい。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。